今日はね、筋トレ YouTuber の、完全にもうこれは僕の、独断と偏見なんやけどね、なんやけど、パプリカジムを基準としたね、登録者数と影響力のね、忖度なしで、調べてみたんよね。グラフで表してみたんやけど、まあ、名前だけ軽く説明すると、一番端っこに使ったって、うん。で、ティラノザウルス、水沢さんね。で、小井沢隼人くんに、リジュウイチさんね。こっちが来ると影響力が出てくるんよね。で、リジュウイチ、人。で、もう登録者数が、上の方にいて、影響力がね、影響力あんまりないんよね。山掛秀忠さんね。で、ユーザーのムクキンさんね。で、もう影響力もナチュラルでもあるし、もうすごいもう影響力のある。で、登録者数もすごい人なんよね。外山きんにくんね。ちょっとこれグラフ間違えちゃったんよね。で、アマチュアタンね。うん、彼もユーザーなんやけどね。で、まあ、下にもいろいろ筋肉ジュビッグアームっているけどね。こういう感じで、忖度なしで、ちょっと発表してみました。で、みんな思ってると思うんやけど、コメント欄でも結構書かれてたんやけど、山崎恭介がいないっていう話になってるんよね。そう。で、なんで彼が出てないかっていうと、彼は、筋トレ YouTuber じゃないよね。そう。筋トレ YouTuber じゃなくて、ガムテープ YouTuber やけん。そう。ガムテープ YouTuber ないよね。だから、彼を筋トレ YouTuber の中にくくると、ちょっとバランス、構造っていうのがおかしくなるんよね。他にも、ガムテープ YouTuber で山崎恭介を入れたんであれば、他のガムテープ YouTuber も入れないといけなくなるんよね。だから今回山崎恭介は、省らせていただいたんよね。